はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ご紹介するのはね、またまたプリッツでございます。以前ね、ちょっと中国の麻婆豆腐味のプリッツを、ね、ご紹介しましたけども、今回はね、なんとタイランドのね、これですね、何ですか、これはラープ味。ラープってなんかわかります？私ね、ラープってね、よくわからなかったんですよ。シャープとかね、そういうの知ってますけどね、それは電機メーカーですね、ラープ。後ろにね、いろいろ説明があって、ちょっと読みますね。肉の旨味にハーブを効かせたスパイシーな味わいですと、ね。タイ料理の特徴であるコリアンダー、コリアンダー、あ、それなんだみたいなね。魚醤ね、魚醤ってあの魚で作った醤油ですね。魚醤を使用し、独特の風味を再現しましたと。隠し味にライムミントの風味を効かせて仕上げていますということなんですけども、もう文言読んだ段階でね、もうなんかエスニックなね、香りがプンプン漂ってきます。もしかしたら私これね、苦手な味かもしれません。じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。パッケージの後ろにね、いろいろ種類が書いてます。ここをね、パッと押したらこう開けれますよということで、タイのハープ味？なんや、ラープ味だ。ハープじゃないわ、ラープ味だ。こんなね、いかにもタイっぽい、こんななんかね、カラーリングになってますけども、後ろにね、こうオープンという切れ目がありますんで、これをね、ちょっとこう、サクだけでカットアウトされてる。便利ですね。はい、ということで、これがね、ラープ味のプリッツということでね、パッと見、こう、色合いではね、ちょっととオレンジっぽいね、なんかそんな感じもしますね。包装紙と同じような感じで、通常のプリッツよりはちょっとオレンジがかったような感じにも見えます。まずね、香り、あ、もうね、香辛料の香りがね、もう独特です。あ、これ私苦手かもしんない、すっごいね、あの、なんていうの、ハーブの匂いが、わ、とりあえずね、一回食べてみますね。ふわーっと、もうふわーっとね、なんていうのか、独特な香草の香りがね、ふわーっとね、鼻を抜けてきます。あー、それスパイシーだ、これすっごいスパイシー。うん、あー、南国の味が、いや、喉が痛いな、これ。いや、これ南国の味と香りにもう喉が痛い。なかなかね、でもね、美味しいですよ。ということで、ね、苦手な人はこれね、ほんとダメかもしんないけど、こういうのが好きな人にはね、たまんない一品かもしれません。ちなみに連続して食べたら口の中が大火事です。ということで、数量限定で発売しておりますので、興味ある方ね、スーパーコンビニでちょっと探してみてください。それじゃあ、また喉